皆さん、こんにちは。荒川区障害者福祉課長の小泉と申します。本日はですね、お忙しい中、荒川区手話言語条例制定4周年記念イベントにお越しいただきありがとうございます。荒川区ではですね、平成30年7月に手話言語条例を制定いたしまして、手話が言語である認識のもとですね、手話に関する施策を推進することで、すべての区民が相互に尊重し、そして心豊かな生活を営むことができる社会を実現することを目指しております。荒川区ではですね、これまでこのようなイベントを毎年開催しておりまして、手話を楽しみながらですね、学んでいく機会を設けてきたところでございます。本日はですね、どうして手話が必要なのかをテーマに、手話通訳士である滝尾陽太様、そして手話の子どもたちが扱うアートン塾のお子様にもですね、ステージに登壇していただきまして、これまで手話に触れたことのない皆様にも、そして手話を学んでいる皆様にも楽しんでいただけるような企画としてございます。本日のイベントを通しまして、皆様方が手話を身近に感じまして、手話に関する理解を深めていただくきっかけとなることを期待いたしまして、私の挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。聴覚障害者協会の大石会長よりご挨拶をいただきます。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました荒川区聴覚障害者協会会長の大石康信と申します。荒川区では手話言語条例が制定されてから4年経ちました。私の個人的な話になりますが、私は3歳の時におたふく風邪で高熱を出し、耳が聞こえなくなりました。そして聾学校に入学し、そこでは口話教育を中心に指導されました。また発声の訓練も受けました。ですが効果はあまりありませんでした。コミュニケーション方法は手話以外に筆談、あるいは空書きなどもあります。ですが、やはり私たちにとっては手話が必要です。手話は言語です。私たちにとっては命と同じ、と思っております。今ではボイス変換アプリや手話手書きアプリなども利用しております。そのサービスのおかげで大変助かっております。そうですね、繰り返し、最近はボイス変換アプリ、また手書きアプリなども利用して、技術がどんどん進化して、大変感謝しております。時代は大きく変わりました。素晴らしいなと思っております。さらに期待もしております。本日のテーマはどうして手話が必要なのかというテーマで、大変楽しみにしております。皆さんもぜひ楽しんで、ご覧ください。今日はたくさんの方、お越しいただき、参加いただき本当にありがとうございます。それではこれより第1部手話の子どもたちと学ぼうを開始いたします。よさん、よろしくお願いいたします。